じゃじゃはい、よろしくお願いします。いや昨日に続いてね、今日まあそうっす、次回に続けて今日同じ日だけどね。いやいや、大丈夫なんですよ。いいの大丈夫です、大丈夫これずっと同じ日よ。今日春日さんね、プロに入る時第4位で、4位で、当時って、今みたいにドラフトのテレビもあったけど、2位まであった、2位まで、そうでしょ、2位まであった。で、僕は3位まで来てかかんなかったから、もうふてくされてたんですよ、部屋で。一緒、辰川さんパチンコやったらしいですね。いやいやいや、パチンコやったというよりも、まあもう18歳だから、はい、18歳、22歳のもうやっていい。18歳が犯罪ですよ、ね、そうそう、はい、たまたま部屋の、だからちょうど豊と同じ年になるんだと思うんだけど、風前の言ったら知らないかな、同様にサードに、なんとなく名前だけは。何言ってんの、今偉くなってんのよ。今ちょっと養子にいて、柏アントラーズかな、柏あるだろ、サッカーの鹿島、あそこの GM までやって、柏が優勝した時知らない？いや知ってますよ、ジーコが来て、そうそこの、GM までやってた、そいつがやってた時優勝。今はもう多分60超えてるから、もう関わってないと思うけど、 あいつがちょうど部屋っ子 でその後は松沼兄弟の弟の松沼の音やんが、はいはい、あれが3年生でいたの、はい、うん、で、まあ、1年生と一緒に見よったのよ、テレビ。さすがさん、カープですよ、あー、またないっすね、下地来ましたねとか言って。ちょっと待ってください、辰川さん何位ぐらいまでかかると思ってたんですか。あ、何位じゃないんだけどね、これまたね、話は長くなるんだけど、大学でも事件が起きてんのよ。何の事件ですか。コンタクトの事件が起きてるのよ、大学でも。大学の時から。大学の時のがもうまず第1回なの、本当は。何のコンタクトですか。コンタクトってハードとソフトがあるのよ。はい、知ってますよ。当時ね、高いからとりあえず2つは持ってたんだけど、1つちょっとどっか行方不明になってて、一式しかなかったのよ、ハードが。ハードは、はい、で、朝開幕戦、ちょうど開幕戦なのよ。松沼の弟がすごい練習してたのよ、3年生、3年生の時、はい、あ、2年生の時、はい、で、3年彼が1個下だった、はい、で、私4年で、で、開幕戦プロのスカウト12球団全部来てるのよ、バ、はい、ーッとすごい、まあ、来てますよね、来てんの、開幕戦はね。うん、で、まあ確か開幕戦だったと思うんで、ちょっとこれ間違ったらごめん。たまたま東都大学の連続無失点記録作ってたの、ずーっと松沼さんが。松沼さんじゃない、あ、お前さんなの。さんになるの。おお、まあ、はい、大戸屋が作ってたの、はいはい、で、もう芝池さんってね、専修大学の人の記録言ってたのよ、はい、で、12球団、私を見に来たんじゃないよ、松沼を見に来てたじゃない、はい、な、そこでさ、寮出る前にさ、片方さ、流してしまったのよ。あっと思ったら、すっともう水島、水島さーいう間に、で、まあ片方の目だけでやってたのよ。だからすごいちょっとこう遠近感が分かんないですよ、分かんなかったのよ。で、今のコンタクトしてたのがバレたのよ。それ当時はコンタクトしてるのはダメだって言われた。メガネとね、メガネしてるキャッチャーとコンタクトしてるキャッチャーはダメだという。キャッチャーはダメだよ、他のポジションはメガネしていたよ、川上哲郎君もしてたわけだからね。だからそれはそうなんだけど、たまたま流してしまったのよ、はい、で、こっちのボールがちょっと見づらかったね、インサイド寄りのボールが、はい、で、パスボール2、3個したのよ、はい、で、無失点記録終わっちゃったのよ。割り口さんだ、もうごめんで、もう松沼に謝ってで、コンタクトがなかったっていうことも言ったんですか。それはまあ言い訳としてね、1年生が言ってくれたのよ。ああ、わしは言い訳しないよ、はい、で、負けて木庭さんが来たのよ。まあ先輩だから、スカウトというよりも先輩で、広島のね、うん、はい、立つ、どうしたんだっけお前、制裁なかったなとか言ってたのよ。で、わしはもう無言でバスに乗り込んだわけよ。そこは言い訳はしなかった。言い訳するもう元気もなかった。元気もない。だったら1年生の風間いうやつがたまたまその木庭さんにちょうど出くわしたのよ、はいはい、で、木庭さんがそれはね、後輩なんですか、やっぱり広島の。広島の後輩じゃないんだよ。ないんだけど、もうただ東洋の夕飯に来て、はいはいはい、レギュラーだから、はいはい、で、彼がちょうど
あの金城さんに、おい、どうしたんだ今日立つわ、全然精細なかったな、言ったら、出発前にコンタクトレンズを落としたんですと、今日片方の目だけでやってたんですって、そしたら金城さんがこう言ったらしい、あのあいつコンタクトしてたのかって、目悪いんかあいつって言って、初めてそこであコンタクトってバレたんですね。バレちゃった。それからスカウトが結構来てたのよ、はい、東洋大学グラウンドにも、まあ、妻を見についでにわしも 見よったんだけど、で、まあ、わしの1個上だから、あのジャイアンツのスカウトとか、あの高橋さんいてな、斉藤佐藤監督って高橋さん知ってるだろ、はい、知ってます。高橋さんがスカウトとどこどこのスカウト来てたぞって頑張っとけよって、でプロ1本って言ってたからもう、はいはい、でプロ入れなかったら本田技研和光へ、篠原さんいう監督だったんだけど、その方がプロに行かなかったらうちに来てくれと、うん、で言ってくれてた。であとは広島の、何もないじゃ、何もないとは知ってたけど、何もあったんだけど、そう広島の人も帰ってこいって言われとった、うん、だけどまあ指名されんかったらそれでええなと思ったらバレちゃって、そっからスカウトも全く来なくなっちゃって。そんなにひどかったんですか、メガネとコンタクトって。いや昔はね、だから古田がずっとあの立命で待ちぼうけ苦労亭だったでしょ、うんでね、高校でもダメ、あの古田ほど悪くなかったけど、うん、それで上位はないと思ってたんでしょ。上位はないよりもまあ指名はないかな、指名もないかなと思うけど、人間って、いやそしたらテレビ見てても出てこないのは分かってるじゃん。でもさ淡いちょっとこうね、自分で大体誰レベルかいの分かるじゃん、うん、で山倉がさ、うん、バーンとあの巨人で1位されたからさ、ね、はあ、山倉か、山倉は負けてるなるの分かってた自分で。どういう部分が負けてると思ったんですか。やっぱり地肩が強いし、うん、あのパンチ力が負けてると思った、もう、うん、山倉で、中尾も年は一緒なんだけど、中尾は一浪して、そうですね、選手ですよね、うん、それであと袴田、あ袴田さん、ロッテね、あ袴田、はい、袴田もあの江川のキャッチャーいうことで法政ね見てたのよ、はい、だけどこいつの大したことないなと思いよったの。袴田さんは何位だったんですか。袴田は 1位、ロッテ1位、ロッテ1位なのよ。じゃあ2位までって可能性はありますよね。だからあるのよ、こいつらが1位だったらこう試食したら1位はどうないかもわからないけど、2位ぐらいならあるかなと思ったら、ああなかったっけ。ああやっぱりコンタクト落としたのが響いたなと思って、でパチンコあれでも、まあ、でもあれでもかかるかなと思って、あのその1年生のやつに言っとけ、あのもしなんか監督にね連絡が入るから入って、うん、会ったらあの鶴ヶ島いうとこだったんだけど、鶴ヶ島会館でやっとるから来いって言ったら、パチンコをね、だったら会館必死でさ息席に切ってさ、どうしたって言ったら、広島4位ですって、もう嬉しゅうできんかったけど、嬉しかったですか、嬉しいもんじゃないよ、とも思わなかったですか、4位かよ、いやいや、4位なんてな、でも10位なんかどうでもええよ、もう必死だよ、ですか、まあ、でも、パチンコはフィーバーしてたらしい、いや、フィーバーじゃない、昔はチューリップだから、チューリップ、まあ、出そうな感じがしてたりとか、まあ、すぐ帰るわけに関係で、照れ隠しで。ちょっと出てたいって言ってるけど、まあ出てるわけないじゃないか、お前そんなお前ボーっとしてやってんだよね、ボーっとして、もうくそくそなんでやどうするんや、お前だからさ。でもプロ入って、まあそういうこともありながら、うん、まあ喜び勇んで入ったわけでしょ、プロに。いやまあそれは勇んで入る、それで、はいはい、そいつが良いですよって、でどうしたんやったら、監督がすぐ寮へ帰れって言われたいって、うん、ではちょっとすぐ帰るって帰って、また監督が広島帰って、あの両親と相談してこいって、帰らないかったな思ったよ、なんで帰ったら電話いのがあったっけまあそろそろ、いや当時はね新幹線が岡山までしかなかったから、うん、そっから在来線だった。ああそうですか、そうじゃないか、あんたの時はもう入った全然しとったから、はあ、私はあの確か岡山までだったんだ、電話で機会があった親父4年指名されて帰ったんですか。帰ったよ、すぐ帰って親と相談してこう言うて電話でよかったんじゃないと思ったのよ、あと途中で、あとで途中で思ったのよ、これわざわざ帰ることなかったな、思いながら、うん、でもう当然10席で帰った、10席でもう運も寸もなく入団しろって。いや親父はもう大のカープファンだって、お前相談なんかいるかい、すぐ反応せえで、そうでしょ、早かったよ、2000万でいやいや、その時はまだ契約書は来てなかったんだけど、金光がさ、
あいつは近鉄ドラフト1位に指名されてたの。蹴りましたよね。蹴りましたよ。そういう言い方したら拒否したいよ。蹴るじゃないか、サッカーじゃないんだから。あれなんで？まあその当時とかいろいろ昔はさ、やっぱり義理人情の世界じゃない。金光は、まあ、地元へ広島か、まあ、三菱広島というところがあるんだけど、そこがやっぱり広島の生徒はたくさん隣だからもう行ってたのよ。だからもしカープに指名されたらそこへ行きますよと。ただしよそだったら三菱に来ますよいう、まあ、昔はそういう条件で約束があった、ね、あった、たくさんあったよね。あの太陽に行った最後に日本ハムで二十何勝した木田さんがおるじゃない。木田さんだってカープ1位したの。今やったら喜んできてるのに、まあそうですね、拒否して広島は遠いって遠いことないって、まあ、すぐっと言ったらすぐなんだけど、それでまあわしらは年2つぐらいかな、木田さん左ピッチャー一緒にやっとるだろ。木田さん面白かったな、木田さん英雄だったし大好きだった木田さん。そうですね、うん、バッターボスだってもさ、たっちゃん元気とか言ってね。でもプロに入って、ね、もうコンタクトなくするじゃないですか。おあれはどうしたんですか、中日戦だったら。やっぱりさ、ハードはさ落ちるのよ、ポロッポロッと。でやっぱりその日さ、名古屋の時は、はい、あれ一番悪いのは落合さんが悪いのよ。というよりも紀藤が悪い、ピッチャーのね、ピッチャーの紀藤が悪いのよ。前日ね、紀藤、これ時間ないよ、もう俺一回終了しないで。いやいや、次回それいいスイス大丈夫、次回、次回次回ね、じゃあ一回次回、次回、じゃあ次回の楽しみ、さよなら。